来て寝たる姿や東山、その東山の山裾南禅寺、山門だけが緑の中にかすかに浮かんでいた。自分自身の力で絶対無限の世界を体得しようと、雲水と呼ばれる修行者たちは首都青国たる高僧の寺を訪ね歩く。断固たる決意と火のような熱意を持って訪れたにせよ、僧堂の扉の固さは常に雲水たちに血の出るような苦難を要求してやまない。頼みましょう。声をかけて願書を差し出す。願書はいかなることがあってもこの道を探求し、道場の規則は必ず守るという誓約書である。礼を正して入門を願っても僧堂の扉は一向に開かれない。取り次ぎの若い僧が去って待つことしばし、やがてついたての奥で声がした。当僧堂には新参者を受け入れる余地はない。せっかくだがお断りする。よそを尋ねるのがよかろう。3日間立つことを許されるのは用足しの時だけ。この山中屋は庭詰めと呼ばれる第一の試練である。遥か琵琶湖から東山の下をくぐって流れる疎水、南禅寺境内の南の端です。疎水の下をくぐった一段高いところは南禅院。ここは元亀山上皇の離宮のあったところで、南禅寺は亀山上皇が大明国師に帰依してその離宮を寺としたのが起源で、当初は禅林寺と称していた。開山大明国師は伽藍建立に着手するいとまもなく世を去ったので、翌春南院国師が迎えられ、法王と共に生涯を伽藍の完成に捧げた。かくしてその後15年間に七道伽藍ことごとく完備した。今から約670年の昔である。まず山門、現在の山門は開山以来数度の改築の後、約340年前東道高虎が寄進したもので、規模の豪壮なことは並ぶものがない。八刀、禅寺では八刀の前に仏殿があるのが本来の様式だが、南禅寺は一つで仏殿と八刀を兼ねている。そして法上、ところであの雲水は、ようやく許されて上がることになった。しかしこれで入門を許されたわけではない。一難去ってまた一難、今度は炭化寮というがらんとした部屋に案内されて、ここでまた3日ばかりは片時の油断もなく姿勢を正して座禅させられる。前の庭は小堀遠州の柵になる虎の子渡しの庭と呼ばれて名園の名が高い。大法上の襖絵、二十四孔の図は加納永徳の筆になる稀に見る傑作である。
入浴中忽然として悟りを開いたというバッタバラ菩薩。大法上の後に続く小法上の虎の間、襖絵はすべて加納探幽の筆になる虎が描かれている。中でも水の実の虎は有名である。静寂。そしてここにも永遠に続くかと思われるような静寂があった。果たして彼は入門を許されるのか。しかし今彼がなすべきことはただ座ることだけである。その日、八頭では法要が行われた。創建南院国師の祝儀であった禅宗最高の正装をまとった館長芝山禅慶老師。禅宗の法要では良厳宗を唱えながら行道が行われる。良厳宗は禅宗で最も重要なお経で、澄んだ音色の共和音が道内に響き渡って、お経というよりむしろ音楽的な美しさを感じさせる。さてその日の夕方、所詮彼は入門の資格もないものとして荒々しく僧堂の門から追い立てられ、彼の願いは退けられた。つい幾日か前、広々と門を開いていた山門は巨大な壁となって立ち塞がっていた。禅寺の門は開け放たれて閉ざされた情け知らずの関門であった。夏目漱石は小説門の終わりの方でこう述べている。彼自身は長く門外に佇むべき運命を持って生まれてきたものらしかった。彼は門を通る人ではなかった。また門を通らないで済む人でもなかった。要するに彼は門の下に立ちすくんで日の暮れるのを待つ不幸な人であった。